と、それじゃあ、2つの大きなホルモンのグループについて学びます。ホルモンね、ホルモンっていうのは細胞同士ね、細胞同士やり取りを行うお手紙のようなものです。生物基礎で、ね、なんとかホルモン、なんとかホルモンね、いっぱいホルモン学ぶと思いますが、基礎なし生物では、そのたくさん学んだホルモンを2つのグループに分けます。大きな、まず第一のグループは、細胞の表面にある受容体にくっついて働くホルモン。ね、これ。ペプチドホルモンです。もうほとんどのホルモンがこちらのグループです。ね、受容体にくっついて、そしてメッセージを細胞内部に届ける。ね、細胞膜を通れないんですね。一方、小さなグループ、どんなホルモンかっていうと、細胞膜をスルッと通過して、直で細胞内部に入って働くホルモン。これ例えば、チロキシンとか、あとはステロイドホルモン。これね、この珍しいんだけども、細胞の中にスルッと入って働くホルモン。こっちは小さなグループです。こんな風にホルモンというのは2つのグループに分けられます。ね、上の、ね、グループは皆さん、ね、馴染みがあるかもしれませんね。ペプチドホルモン、ね、タンパク質の成分です。ペプチドっていうのは、上のホルモンを取れるならば、ね、こう彼女の家に行ってピンポン、ね、押して、ずかずかと彼女の家に入っていきませんよね。ピンポンとして、ね、ご両親が出てきて、なんとかさんをデートに誘いたいんですか。そうすると、彼女のご両親がセカンドメッセンジャーとなって彼女に情報を伝えていくんですよね。なんとか君が来てるよって、ね、下のやつは失礼ですね。ずかずかと、ね、部屋に入り込んで、ね、こっちは失礼ですよ、ね、冗談ですね冗談です、しっかりと図説や教科書でね、図説や教科書でこう働く図をね、ちゃんと見ながら、ね、どういうふうに働くかってね、生物基礎で習ったたくさんのホルモン、ね、どっちのグループに分類されるのかなってしっかりチェックしながら学習を進めましょう。